ゆっくりしていってね。ゆっくり霊夢です。やあやあマリサだぜ。今回はリインカネの高難易度ダンジョン、奈落の塔20階を、攻略したいと思います。おい、お前みたいなアリーナ中が、ちゃんとした編成を、構築してクリアできるとは、到底、思えないんだぜ。ふっふっふ、今回、ちゃんとクリアしたいから、動画にしてるのよ。不安しかないのぜ。まあ見ててよ。おう？ヒーラー1名、タンク1名、アタッカー1名と、お前にしたら考えた、編成だな。え？霊夢、お前一体、何勘違いしてんだ？一体何がよ？とりあえず明葉の捨て画面、もう一回出せ。何よ？私が考えた、最高最強の構成に、文句でもあるわけ？ありまくりだ。なんで、メモリーに戦火の花を、フルセットつけてるの？バカなの？そんなの決まってるでしょ。戦闘開始時にスキルを速攻で貯めて、手数勝負するためでしょうが。霊夢、やっぱりお前はアリーナ中だわ。私が持ってるメモリーのほとんどが、アリーナ関係によってるんだもん。わかった。しょうがないから、少し説明するのぜ。まず、高難易度ダンジョンにおいて、重要になってくるのが防御力と HP 上昇のメモリーだ。例えば画面に出てる、狩人の独り言シリーズや、若き剣王の帝王学シリーズで、耐久を上げたり、HP をマシマシにして、生存率を上げるべきなんだよ。一方、戦火の花シリーズは、アリーナ1ウェーブダンジョン、などの短期決戦に向いてるメモリーなんだぜ。でもマリサ、シリーズボーナスにちゃんと、バトル開始時にスキルの短縮が、記載されてるじゃない。ああ、やっぱりか。お前が言いたいのは赤で囲った部分と、赤線のことだろ？そうそう。これすべての戦闘に対して、一回のみ発動だからな。ダメだこや、霊夢、このままの状態で、挑むのか？所詮はメモリーってだけでしょ。この私に不可能なことは、あまりない。そこまで言うならやってみな。さあ、こんなダンジョンささっと片付けるわ。一応、この編成の特徴を、改めて説明するわ。まず刑事明葉は、傘をメインとして、毒付与と自前の耐久で、頑張って生き残って、そして刑事、六六ちゃんは、闇属性の黒の活動で暗闇不要、メインにヒーラーとして、二人のサポートに徹してもらいます。そして今回キーウーマン、A2 には、メインに銀節の牙を持たせて、低い耐久 HP をカバーさせつつ、自慢の火力でゴリ押ししてもらいます。一応考えてはいるんだな。って、言ってるうちに、毒と暗闇、両方入ってたわ。あとは暗闇が切れるタイミングを、見計らってコンボを繋げていくだけ。暗闇さえ入っちゃえば、それだけでかなりの、ダメージ軽減につながるからね。いい感じにダメージ入ってるな。あと、キャラスキルについては、コンボの後半に発動するようにして、コンボダメージの恩恵も受けれるように、しっかり調整します。コンボダメージは基本だからな。もう半分近く HP 削ったから、キャラスキルも含めて、コンボを繋いで大ダメージを、叩き出すわよ。よし、全部のスキルが繋がったわ。一気に4分の1の HP を削ったな。そして最後に66ちゃんの回復で、HP もほぼフル状態。ほほう、ここまではかなり、順調じゃないか。当然でしょ。しっかり考えた構成なんだから。それにしても、結構な確率で暗闇入ってるな。付与割合が 75% だから、ほぼほぼ入るって感じね。確かにここまで暗闇が、入ると気持ちいいな。よし、これで最初のボスは倒せたわ。二人目のボスが結構厄介だと聞いているんだが、対策はあるのか？対策？そんなものないわよ。今、倒したやつと基本は同じだから。コンボ重視でガンガン行くまでよ。あってもちょっと怖いから、キャラスキル使っちゃおう。そうだな。明葉のキャラスキルは敵の攻撃力低下の、効果があるからな。タイミングが合えば、どんどん使っていくべきなんだぜ。うわぁ、六六ちゃんがピンチ。これやばいんじゃね？これは効いてる。うわ、アップねえ。ギリギリじゃねえか。
なんとか回復が間に合ったわ。よし、武器スキルも溜まったから、ここから、仕切り直しよ。いいタイミングで暗闇入ったおかげで、思ってたより火ダメは少なかったな。でも六六ちゃんがピンチなのは、変わらないわ。これ、本格的にヤバくないか？暗闇もついてないし、攻撃力低下もない。これだと六六が落ちるぞ。仕方ない。音もスキルを使いましょう。これ間に合うのか？ギリッギリだな、おい。おや、助かるね。ふう、なんとか最後まで来たわね。でもこれ、完全に満身創痍じゃねえ？ちょうど、武器スキルが全員溜まったから、先手必勝で行くわよ。感謝なんかしないぜ。初手で暗闇付与は大きいわね。これで時間稼ぎができるわ。そして、お供のスキルで敵攻撃力が低下したわ。これで最悪1ターン程度は即死はないはず。おいおい、アタッカーの A2 まで瀕死だぞ。本当に大丈夫なのか？このコンボで暗闇付与と攻撃力低下がつくから、計算上ではギリギリ耐えるはずなのよ。計算上というより、むしろギャンブルなんだよな。ヒーラー、アタッカーどちらか落ちた時点で、クリアは不可能なんだぜ。ここから奇跡の力で、大楽天勝利をするから、しっかり見てなさいよマリサ。おい、霊夢、こんな時に元ネタぶっ込むな。しかもそれある意味、商売がたきの能力じゃねえか。視聴者の方々は私たちの元ネタなんか、知らない人の方が多いんだからな。ほら見なさいなマリサ。あんたがギャンラン言ってる間に、暗闇毒攻撃力低下回復と、数え100万決めてやったわよ。言ってることがギャンブラーのそれなんだよな。さあ、残り HP も半分程度。ここから一気に削って私が最強ってところを、こいつらに教えてあげるわ。サポートするぞ。やっと HP も残り4分の1までになったわ。あとは A2 キャラスキルが溜まれば勝てる。状況って感じね。正直、ここまでやるとは、思いもしなかったぜ。戦火フルセット3組でラスボスを、ここまで追い詰めるとはな。何干渉に浸ってるのよ。ここから畳みかけるんだから。でも霊夢、このボス最大の即死攻撃がそろそろ来るぞ。その攻撃で多くのユーザーの心をへし折ってきたんだぜ。時間的にかなりヤバいだろ。ギリギリ間に合うわ。アリーナで鍛えた音速タップを今ここで。確かにこいつらは強かったわ。そう友と呼べるくらいにはね。でももう私の勝ちなのよ。イザナムさん。うおー。いけー。これで、ラスト。マジでやりやがった。時間ギリギリではあったけど、クリアできることを証明してみせたぜ。さすが、霊夢だな。いかがでしたでしょうか。アリーナ構成メモリーでも、十分、戦えることができました。皆さんも、現在所持してるメモリーだけで、勝てるかもしれません。この動画が、ほんの少しでも攻略の、お力になれたら嬉しいです。では、また動画が完成したその日まで。もしよかったら、高評価チャンネル登録よろしくだぜ。